been 3 years since I came to Korea. There is one day in the year that made me fall in love with this new country. New Year's Day in Korea is very different from watching the ball drop in New York City's Times Square on New Year's Eve or watching the Rose Parade. Koreans begin each New Year with the bell sounds coming from the Boshinggan Bell Pavilion. There is only one New Year's Day in other countries, but in Korea? There's a second New Year's Day. It's called Seollal, or the Lunar New Year's Day. This is a holiday that is more than just a day off. It's a day with a story behind it. Shall we find out the history behind Seollal? した米粉の生地をキネや機械でついた後、細長くしたカレトック。이게딱맞는거죠저도한번해봐도될까요カレトックはソルラルに食べる節句料理トックックの主材料で韓国では白くて細長い餅を作ってソルラルに備えます特にカレトックを長くして作るのは家族みんなの無病長寿を祈るという意味からです韓国のソルラルは西暦488年新羅21代ソジワンの時に祭事を行って心身を気遣ったという三国医師の記録が残っているほどその由来は古いといえます伝統的にこの日は世俗的な生活から離れ先祖を崇拝する神聖な時間です ソルラルに家族と一緒に過ごそうと多くの人たちが帰省するため道は渋滞しますが気持ちは家族に会える嬉しさでいっぱいです久しぶりに会う家族や知人に嬉しさと感謝の意味を込めた贈り物を準備しますがそのためデパートや市場は多くの人でごった返しますソルラルの前日面白い風習の一つに夜も眠らない鬼人が靴を履いていってしまうという伝説があるため靴を部屋の中に入れて寝ることもありますついにやってきた韓国の本当の新年ソルラルの朝韓国人はソルラルの時特別な服を着ます新しい服という意味でソルビムと言いますが韓国の伝統的な服韓服が代表的です韓国人は先祖の命日に追慕の意味で行う祭祀に似てはいますが節句にはチャレという先祖への感謝の意を込めた儀式を行います ソルラルの祭壇には健康で長生きすることを願う無病長寿という意味でカレトックを切って煮たトックックと冬の間ずっと保存しておいた果物それに他の食材で作った揚げ物や串焼きなどを添えますソルラルには亡くなった4代の先祖を祀りますが先祖への感謝の気持ちを込めたソルラルのチャレは韓国人の高校の思想をうかがい知ることができる美しい儀式といえます チャレの後に運木という風習がありますがこれにはぜひ参加しましょう先祖にお供えしてお酒を飲んでその徳を受け継ぐという意味があるからです
the Imbolc tradition brings you much luck and virtue in the new year. But make sure to drink in moderation so you don't get drunk. ソルビムを着て目上の人たちに挨拶をする風習をセベと言います。セベは目上の人たちに尊敬の念を表し健康を祈る風習です。セヘボマニマネセヨ。セベを受けた人たちはそのお返しとして一年を元気に過ごしなさいという意味で幸運や成功を祈る言葉とお年玉をあげます。子供たちにとっては家族や親戚が多いほどお年玉が多くなりソルラルが一層楽しくなります。新年の幸せと幸運を祈るもう一つの縁起物があります。それはポクチョリです。もともとチョリは米を研ぐときに異物を取り除く道具ですが、このチョリを家の中にかけておくと一年中良いことや幸福が家に訪れるそうです。そのためポクチョリを買うときは値切ったり返品したりしません。ソルラルのチャレットセベを終えた家族たちはみんなで故宮や博物館、遊園地などに出かけます。ソルラルには各地で無料開放や特別イベントが開かれ楽しさを一層盛り上げてくれます。最近は連休を利用して家族旅行に出かける人たちも増えています。ソルラルには韓国人が楽しむ様々な伝統の遊びがあります。チェギチャギは誰でも容易に楽しめる遊びで、誰がより長い時間チェギを地面に落とさずに蹴り続けられるかで勝敗を決めます。4本の湯の表が出るか裏が出るかによってスゴロクの駒が早く一周すれば勝つゲーム湯乗りも有名です。家族や村の人たちが集まって一緒に楽しむユンノリは多くの人が参加するほどその楽しさが盛り上がります。ソルラルの遊びのもう一つの特別な楽しみはタコ揚げです。誰が最も遠くへ最も高く飛ばすかを競ったりタコ合戦をしたりします。悪い運のある人はタコに名前を書いて遠くへ飛ばせば幸運が訪れると言われています。At first glance, Solal just seems like a day of work. But a closer look reveals that Solal is a precious holiday to spend with family and friends, to eat together, and to wish each other a great new year. I'm already excited about the next new year.